パンタクの頓風戦を打ちます。トンガドラの親タブトンドラさんが見える。これは自敗以外の形がそこそこいいんで、ハイヤオの方に伸ばしていきます。ただカンちゃんばっかなんで決していいとは言えないですね。こういうツモしてくれると一つのツモで手配が一気によく見えますね。両関係が二つある。まあ六級層から引いて、さてどっちどこを取るかっていう問題ですね。まあ四五六地の可能性考えて、ヤンピン切りあたりが妥当なのかな。次はトーン引くと当然切れないんで、トーン引いたらリャンピン切りかパーピン切りかあたりだと思います。これでゴロチも見えますね。なのでローワンチはあるかも。あでも肩上がりになりますね。ウーピンの肩上がりはちょっと個人的にしたくないんで。おおいいとこ来た。これでタンヤオ3色いいペーコーまでいくかな。まあ一手代わりのゴロチなんで闇で構えてあげて、ウーピン引いて、リーチはしないですね。私の捨て牌でマンズ切れてないんで、ローワン待ちになっちゃうと出ないでしょうと。トン引いてきたらツモ切りリーチかなという感じですかね。それか3ワン切ってトン短期待ちにするかなんですが、まあ、パワー引いて6チッパの可能性もあるんで、単品3色いいペーコーもあるので、上もテンパイかな。まあこれは別に避けるべき論でもないし、むしろあそこでチーソー引いて何か危険を感じて手を崩す方がローンを回避したとしても打ち方としてどうなのと。そんなピンポイントにこのチーソー当たりだみたいな分かる人いないんで実際は起きませんけど。おおすごい。これは789とかじゃなくてもうトンドラ3で十分なんで、最終6チッパにはなる可能性ありますね。ローピン引いてきて9ピン切りはなんか来そうなので、トンは1泣きです。または手がもうどんどん伸びてきたらトンが雀刀になって、まあ、ちゃんた3色はないけど、まあ、6チッパぐらいなら可能性はあります。ウッパーワン待ち、これはまあ読めないですね。こ
交通事故みたいなもんで、まああとはどっちが最初に上がり牌を掴むか、ちょっとロン食らってもいいんでもうちょっと勝負したかったですね。なんかせっかく手になったのに勝負もさせてもらえず次の局みたいな、インパチに振り込む可能性あっていいんで、あと5巡ぐらいどっちが積もるんだとやりたかったです。麻雀は毎回手が来るわけじゃないんで、手が来た時に勝負して上がる人、または上がる可能性が確率の高い人プラスやっぱり振り込まないと、毎回点数は上げるのは無理なんで、運任せではあるけど手が来た時に上がり率が高い人がやっぱり安定して長い目で見ると成績が上に行きますね。まあ言葉で言うと簡単なんですが、実際こう運が絡むっていうよりは運のゲームに実力が絡むと、実力のゲームに運絡むんじゃなくて運のゲームに実力が絡むの方がパーセンテージ的に正解かもしれません。数層がドラで6チッパゴロチ見えるんで、あ、ゴロチは見えないか。数層あたり引いてくれるとドラも使えるし、まあ、チーソー、ウーソー、チーソーあたり引いてきたら、イーペーコーの形を崩して、単品系に持ってきますね。単品3式の方が、上がりやすいし、点数も高いし、上がった時の嬉しさもやや大きいんで、9番引くとちょっとがっかりな手牌ですね。9番から引くと、リャウッソー、サブロッソー、この7と1の間、まずここは本線として、違いますね。まあ7とこのリャンゾーリャンウソーとかが入ってマンズ待ちになった可能性もありますけど、まあ、今のは正直パー1と9番でマンズ待ちだっていう、あら、あ、箱で終わっちゃった。ちょっとこれもまた不完全燃焼な一曲で何もせず三茶引いたみたいな。上がり率が少ない打ち方してる人はこういうのが多いと思います。ちょっと5段の方向にあの右肩下がりなので、この辺でグイッと持ち返して上昇気流を作りたいと思います。今回一般卓でしたけど、まあ、打ってみました。いつも見てくれて、嬉しく思っています。何かあのただ自分がプレイするだけじゃなくて、自分の今喋ってる言葉を第三者の目線でこうもう一人自分がいて聞いてるつもりで、まあ、話している
話すようにはしてます。まあ、いい読みとか、参考になる読みとか、まあ、常に目指していますので、またお願いします。いつもありがとうございます。